おお、やハロー、どうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜です。はい、現在2月17日金曜日の午前3時37分です。3時38分になりましたね。はい、ただいまスパイ教室の7話、そして月刊少女のぞきくんの9話、そしてお兄ちゃんはおしまい7話ですね、見終えまして、ここからはクールドジ男子の18話ですね、Dアニメストアで見ていきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また本編中に広告が入ってございます。申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いいたします。それではいきましょう。3、2、1、スタート。あ、今後は今週は高雪してんやね。すいすいすい書き下ろし小説しん。マウスが動かない。スイッチ入ってないちゃう？ん？見ハハハハ。いや、アバンからやってくれるな。マウスや思ったらミントを動かしてたね。前回から続くとはね、まさか。オープニングや。あ、オープニングここで来た。財布？元春やないか。なんかよそよそしいね。今のとこサムネイルよ。会話が続かんな。
あれこれ旬の犬じゃないかい。あ、そうお前はやて。あ、全員おるやん。5人勢ぞろいやで。ああ、ここも本屋で終わってるやん。靴べらね。ええなあ、同級生に戻ったね。ああ、すごくいい。ああ、どんな高校になったんかね。なくした日記。ああ、なるほど。素晴らしいね。米炊き忘れ。
終わった。いやーいいね今回。と前回今回いいね。ほんまこの後30分ぐらい語りたいわ。桃崎、あ白石はるかさん、さくら、あ本日部さん、前田香織さん、おお。本泉でさん、役7バックアップの青木桃子ですね。これで知りました。白石はるかさん、ピーチボーイリバーサイドの、サルトリーヌで知りました。あ、じゃあはゴールデンカムイのアシリパさんか。メンバー入り、何やろ、いやーよかったね今回もほんまに。まあ、前回がねその五十嵐、まあ、元春支店で描かれたその三馬孝之との出会い、その出会いがあったからこのね小説家になれたという、まあいい話やった。その出会いがやっぱり自分を変えたっていうね話でしたけども、まず今回は三馬孝之があれマウス動かへんなが、それミントっていうね四季蒼汰のツッコミがまあおもろかったですよね。それ動かへんわ。まあほんでまあ広告確か小本春の小説が映画化されるっていうことでね、それの確か販売促進販促の、担当してたよね孝之が。でその広告のアイデアがまあ出やんということで、ちょっと出かけたと。であのポケットのドーンって出てるやつね、あれオープニングだろうけど いつ出るかなと思ったら今回出てきたね。まあそこで、まあ、財布を落とした人と遭遇したのが、元春やったと。でなんかこうね同級生のによそよそしいなと思ったけど、その美馬の方はね、まあ確信というか確実に五十嵐元春って分かったけど、元春の方がまだねちょっと分かってなかったっけな、確かどっちだったっけな、ちょっと忘れましたけども、まあそれによってまあちょっとねちょっとぎこちない会話が続く中で、まあ、たまたま旬と早手と相馬がやってきたというところから、その広告っていうのは、何出会いを作るもん、なんかそんなこと言ったかな、その、元春の言葉で。出会いはやっぱり人を変えると。それが人間じゃなくて、本やろうが映画やろうが、まあ、広告やろうがっていうことから、あ大事なこと忘れたなと。うん、でも颯くんやったらこうやと。俊くんやったらこうやと、孫くんやったらこうやってことで出来上がったのが、まあ通行人、まあ人々の、その大失敗エピソードを貼ってもらって完成する広告と。いやめっちゃ良かったわほんまに。今回自分の中では神回やったと思いますね。うん、ほんまに自分も出会いによってねこのまあマジシャンになり大道芸人になり、まあアニメ好きになりアニメリアクターになりとね、出会いがなければもちろん今の自分はないわけやったんで、すげえ感慨深い回やったと思います。めっちゃ良かったわ今回。はい、ということで、クールドジ男子の18話でした。よかったらチャンネル登録高評価またコメントなどなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。で、普段やればできる諦めない、これを伝えたくて主に保育園幼稚園小学校子供会などでパフォーマンスしてますが、現在はコロナの影響により、約3年仕事がありません。今も48連休確定中の今日が34連休目となってます。あと2週間も休みがあるんですね。はい、貯金だけでなんとかやってますけれども、まあ10月からはインボイス制度でさらに窮地に追い込まれていくでしょう。
まあ、そんな中で一応アニメのリアクション頑張ってます。今日で1058日目ですね。ただし一昨年の8月18日から、2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分推定2000本以上の、リアクション動画、自ら消さざるを得ないというね、ほんまに悲劇を味わいました。まあ、それを乗り越えてやってますけども、13年以上使っているこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったので、昨年9月の14日新たに本職のチャンネル作ってますんで、ぜひそっちの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。URL を説明文に載っけてるんで、1本でも再生していただいて、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジラジオ芸人ハマーシャ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。